おいっす、どうも、ニエトノです。今回はね、シノアリスの実況プレイ進めていきたいと思います。で、今日何をやるのかなんですけど、この物語イベント、砂塵の思いっていうやつをやっていきたいと思います。本当はね、これが来た初日にやりたかったんですけど、ちょっとね、いろいろ用事が重なっちゃってですね、できずにいました。で、今日ね、やっとできるようになったので、ちょっと進めていきたいと思います。探索イベント砂塵の思い開催のお知らせということで、7月26日から8月16日までのイベントになってますね。で、探索イベントは強力な防具ナイトメアが入手できるイベントですと、低確率でドロップする防具には複数のスキルバリエーションが存在しますということです。で、獲得可能ナイトメアが火の鳥ということで、スキルが味方全体の火属性スキルの効果が増加するということですので、火属性の武器をまあ使う際にこいつをね使用すると威力が増すよっていうナイトメアですね。はい。で、防具がこれかな、黒石わかんないなどっちかちょっとわかんないんですけど、まあのフードの、長物マグとかありますね。あと射出魔書なんかもありますね。なので、まあ各種類ずつあるのかな。あ、いや、今回はあれですね、なんだっけ、物理のやつとか打撃か、前で言う打撃とか剣撃とかはないみたいですね。はあ、ははあ、じゃあまあ長物なんで、あれか、槍とかああいうのとマグと弓かなとか銃とかのやつに特化した防具がもらえるみたいですね。で、今回この注目スキル、まあ、これちょっと試しに見るんですけど、火属性の長物のスキル効果上昇するっていう風な感じですので、まあ、1セット揃えたら、あ、違うな、なんで物語補助の方で火属性の、まあ、槍とか弓とか、まあ、魔法とかの、まあ、スキル効果が上昇と、セット効果でオークシュに対してスキル効果が上昇するっていうことですね。はい。では、まあまあ、そんな感じなんで、イベントを早速ね、ちょっと進めていきたいと思います。はい。これか。で、あ、ちょっとお話があるのかな。はい。お久しぶりですね。前回おりませんでしたね。石井ちゃんとあんきくん。にゃーん。はいはい。なるほどね。おっしゃるよ。もう、ちょっと待って、もう一回見るわ。これもう一回見れるんですよね、実は。こうやったら、もう一回見れるから、ちゃんとタップするわ。タイミングよく。はい。そんな顔しないでくださいよ。なるほど。はい。聞きました。はいはい。少々面倒い。なるほど。ナビゲーターさんがいるのね。はいはい。はい、行ってまいります。ナビゲーターいねえじゃねえかで、今回なんですけどね、そのこの、職業じゃないな、このキャラクターが有利ですよみたいなことがまた書いてなかったので、ちょっとね、何で言ったらいいのかなって感じなんですけれども、ただこのなんかね、上から奇跡を求めて、次少女の決意、偽りの契約、青の試練、魔風の試練みたいな名前があるんですけど、この名前を見て、そのどの色が有利であるだとか、どの色が有利であるだとかっていうのが決まってるみたいなんで、まあ、それに沿ってある程度やっていけたらいいかなと思ってます。ただね、僕魔色の方が全然育ってないので、かなり苦戦すると思われますねまあとりあえず上からやっていきたいと思います。で、今回、まあ、ひとまず赤ずきんちゃんで行きます。ダメな子でごめんなさい。こんな私を叱ってくれますか。日ごと衰弱していく大切な人、叶うことならばあの日のように私を叱りつけてほしい。薄い眠りから覚めたとき、私がいないことに気づくはずだ。
心配をかけるかもしれない。それが体に悪いことは知っている。しかしこれが彼女を救う唯一の方法ならば、私は進む。たとえそれが険しい道のりと知ろうとも。はい、なるほど。何かあれみたいですね、大切な人がどんどん衰弱していっていて、なんかね、その、まあ、彼女を救う唯一の方法があるならば、どんな険しい道のりでもまあ進んでいくぞということですね。覚悟を感じ取れる内容ですね。さあ強いのかな。ああ、ここら辺は多分サクサクいける感じですね。ハイハウンド、はいはい、まあワンパンでしょう、おそらくね。はい、オッケー。でもここからどんどん防具落ちるのかな。ドロップ品ちょっと見てなかったね。はい、ごめんなさい、ちょっとね、なんか機材トラブルで映像とね音声がちょっと途切れちゃったので、ちょっとここからまたやり直してます。で、一章はね、一章じゃない、一節は普通にそのままクリアはしました。で、次二節、少女の決意からいきたいと思います。はい、このままで。彼女を蝕む病は衰えない。何度変えても冷めない布の温かさは、不安という恐怖で私を包み込んだ。だから私はすがった。医師から聞いた眉唾物の伝承に、たとえそれが偽りであろうと手を伸ばした。もう助けられるだけじゃ嫌なんだ。試練を成し遂げれば彼女は私を認めてくれるはず。もう私のために無理をしないはず。激しい砂嵐に目をしかめつつも、私は目の前を見据えていた。はい、ということで、まあ、一説でそのなんだろう、まあ、助からないような重い病かなになった彼女って呼ばれる子を助ける決意をするみたいなお話だったと思うんですけど、まあ、2節で何か手がかりを得たみたいですね。眉唾物の、まあ、なんで信じられるような話ではないんだけれども、もう藁にもすがるような思いで、まあ、その話を信じて、まあ、このなんだろう、砂嵐吹き荒れる砂漠なのかな、これは分かんないけど、ここに、まあ、今から繰り出していくっていう感じですね。彼女がナビゲーターです。おい、最低だな本当にこいつは。マジで最低だ、アンキ君は。なるほどね、まあ、簡単な話っていうか、まあ、今パッと見えた話だけでいくと、今回、まあ、火の鳥っていうナイトメアが出てくるっていう感じなので、おそらくその火の鳥の力を借りて、まあ、その病気の彼女を治そうっていう感じですかね、多分ですけど。で、その火の鳥の元へ行くのに、まあ、この女の子かながナビゲーターとしてバッチリだっていう感じで、まあ、ギシンちゃんとアンキ君に目をつけられてしまったっていう感じかなと思われますね。怪しげな人形が手を差し伸べてきた。普段ならば逃げ出すであろう異質な光景だが、私は手を取った。姉を救う可能性が少しでも高まるならば、悪魔とも契約を結ぶ。そんな意識が働いた。
ねえ、私を手伝ってくれる？私は読めるんです。この石に書かれた文字がきっと役に立ちますよ。そんな言葉が口をついた。そして結ばれたひとときの協定。固く手をつなごうとも協力者の瞳は信用するなと物語っていた。はい、これ怪しげな人形ってさ、まあ十中八九義心ちゃんと暗鬼くんの二人のことだよね。ってことはあれか、そのこうやって困ってる子に対して義心ちゃんと暗鬼くんはなんかその助けを出すようなふりをして近寄って利用してやるぜっていう腹積もりっていうことですね。もう本当に、まあ、知ってたけどクズだね。でそのこの主人公かな、まあ、ナビゲーターやってくれてる女の子が助けたいのは姉って書いてあったんで、まあ、お姉ちゃんみたいですね。なるほどな、いい姉妹愛ですね。本当に きっと助かると思うよ、うん、助かってほしいな。なんとかそのためならね、僕は協力を惜しまないですよ。火の鳥だって何十回でもぶっ倒すんで。なんとか、これ美味しいですね、参加報酬。この羽レベル2がもらえるのかなりうまいな。青の試練か、次は。ってことは水寄りの属性で詰めていった方がいいっていうことですね。まあまあ、でも多分気にしなくても大体いけると思うんですけどね。一応こっちが水寄りのはずなんで、これでいきますか。青の試練だよね。うん、だね。水寄りでいけってことだよね。待ってください。木に何か書いてある。私は自らの有用性を示すため、石碑に刻まれた文字を読み上げた。この場所では、以下の行為を推奨す。色合わせの試練。人形たちがカタカタと音を立てる。前へ進めと囃し立てる。それはとても奇妙で気持ちの悪い光景だが、この試練を乗り越えたらお姉ちゃんは私を認めてくれる。もう助けてもらってばかりじゃダメなんだ。そんな気持ちが私を突き動かした。はい、というわけで、まあ石板に、まあ、そういう感じですね、色合わせの試練を推奨するっていうようなことが書いてあったとっていうのが、まあこのステージとまあリンクしている感じで、おそらく水属性で行けよっていう試練ですね。でそれを見た義心ちゃんと暗鬼くんがケタケタと笑いながら囃し立ててきたと。相当気持ち悪い光景ですね。うん、よいしょ。でなんだろうね、そのお姉ちゃんのことを助けたいっていうような感じでそのこの、ね、ナビゲーターの子言ってるんですけれども、ところどころではなんかあれですね、頑張ってこの試練を乗り越えたらお姉ちゃんはきっと認めてくれるみたいな言い回しもしているんで、なんだろうね、お姉ちゃんにを助ける以外にもなんかその認めてほしいっていうようななんかもう一つの目的みたいなのがあるのかもしれないですね。うん、ドロップはなしと。はい、青の試練、まあサクッといけましたね。はい、 OK です。次は魔風の試練、だからどっちだ、魔風だから魔が封じられてるってことは物理で殴ればいいのかぽいかな。うん、じゃあまあ赤ずきんちゃんでもう暴力の化身なんだよこの子。次なる掟に身を委ねよ。黒い石に無機質な文字が刻まれる。そして訪れた
しばしの休息。協力者は私に試練に挑む理由を尋ねた。期待される答えと異なることを知りながら純粋な思いを吐き出した。そんな難しい理由はないんです。好きな人に生きていてほしい。そこに特別な理由なんてないです。はい、もうね、本当になんとかお姉ちゃん助かってほしい。こんなね、純粋な気持ちでね、その試練を乗り越えようと頑張っている子がいるのにね、どうせ疑心とアンキーの2人にこんなにいい話したってさ、もう利用してやれぐらいにしか思ってないよ、あんなクズたちに。かわいそうにな、こんなね、ピュアなナビゲーターの子がね、疑心と暗記みたいなやつらにね、引っかき回されるのはほんと尺ですね。なんとか手伝って助けてあげたいな。いやー、最後お姉ちゃん助かるといいんだけどね。お、敵めっちゃ硬いんだけど。え、もしかして逆だった？魔風の掟なのに物理で言っちゃダメなとこだった、これ。あ、ダメですね。物理ダメージが1しか入らない。これはもう、僕にやれることはないな。いや、最悪だ。あ、でもちょっとダメージ入るか。ん？なんだこれ。どうだどうだ。いや、1だね。1だな。ダメだ。ダメだダメだ。あ、だからあれか。その、武器そのものの、攻撃は多分ダメージ入らないけれども、攻撃するときに非属性ダメージを単体で与えるとかそういうのが書いてあったら多分入るんだわ、ダメージ。きっとそう。だったら、どうだ、これは？これはどう？あ、入るね。入るやつもある。入らんやつもある。これ入るわ。殴ろう殴ろう。行くぜ。で、いや。うぃ、オッケー。あー、そういうことか。物理の武器だとしても、水属性の単体ダメージを与えるとか、そういう表記があればおそらくダメージは入るっていうことですね。あ、じゃあ魔法色やらなくてもワンチャンいけるな。あ、それは嬉しい。よかったよかった。本当にね、物理の色だとね、総合値、今8万8000とかなんですけど、魔法の方の職業だとね、僕まだ総合値6万、5000とかしかないんですよ。なんで本当に物理の方の武器ばっかり優先して育っていて、魔法の方がねちょっとダメなんですね。なんでこれはちょっと嬉しいですね。物理でも属性ダメージさえ通せれば戦えるっていうことが分かったんで。協力者の疑問が脳裏にこだまする。私が出した答え、本音はそんなに生優しいものではない。私を取り巻く決意には悲壮な理由があった。私知っているんだ。私が寝た後、激痛に耐えながら声もない叫びを上げていることを。気丈に振る舞う姉の努力を無駄にしないため、私は毎朝笑顔を作った。もう起き上がることすら激痛が走るはずなのに、何食わぬ顔で朝食を作る姉の姿が心に突き刺さった。もう頼りない自分のせいで無理はさせたくない。そう思ったから私はこの試練に挑むことにした。奇跡を起こすという羽を求めた。はい、ということでですね、すごいお姉ちゃんの方はお姉ちゃんの方で、そのね、妹のことを思ってさ、ね、痛い激痛に耐えてすごいね頑張ってるっていうお話で、
ちょっとね、正直うるっと来てて、ちょっとなあれなんですけど、声出しにくかったんですけど、あ、本当にいい姉妹なんですねこれ。いや、なんとかね試練乗り越えてちゃんと助かるといいなって本当に思います。そう、うん、頑張って倒そう火の鳥。スキルレベル上げなきゃいけないなら上げるからさ、俺頑張って。あのブリキの心はね正直スルーしたけど、それ以外は全部煙突とかも終わらしてるから、ちゃんとから今回もね頑張るから、俺なんとかなんとかね助かってほしいよ本当に。さあ、ちょっとね物語の続きも気になるからね、ほんとサクサクいきたいこれは。でなんか今回もねダメージ1しか通らないやつがいるんだけど、なんかいまいち分からなくなってきた僕は、この仕組みが。これやったら2万とか入ってるもんねダメージ。どういうこと？でも下今1しか入ってなかったよねダメージ。これはこれ1しか入らないね。うん、1しか入らないね。ん？これはどういったことだろうか。これはあれかな、魔法の攻撃しかダメージ入らないやつなのかな。じゃあ、ん？逆か？いや逆じゃないな、だって物理入ってなかったもんね今。ややこしい、ややこしいぞ、ちょっとバカにはややこしいぞこれ、まあ、とりあえずそんなに強くないから殴り倒せるぞあんまりいいやり方ではないけど。はい、また赤の試練か。さあ行きましょう。私の体を嫌おうなしに消耗させる。戦い慣れているはずの協力者の息も上がっている。疲労する私の体調はお構いなしに次の試練を刻む石碑、それを読み上げると私は息も絶え絶えに目を閉じた。きっとすべて嘘なんだ。あんなに強いお姉ちゃんがこんな病気なんかに負けるはずがない。疲労に脳は暗く重たくなる。無意識に思いは焦る。二人出会った始まりの日へと。はい、戦い慣れているはずの協力者っていうのは僕のこと？もしかして可能性はありますね。僕のことかな、もしかしたらね。でだんだんそのこのナビゲーターの子も疲れてきて、なんかお姉ちゃんとの思い出に今思いを馳せている、馳せかんかかってるわけじゃない、今から思いを馳せますせみたいな感じの状態だったね。だから次の節ぐらいからお姉ちゃんとの思い出がちょっと展開されていきそうな感じがしますね。今回はバッドエンドマジでやめてよ。お、なんだなんだ、この世界のルールってなんだい、教えてよ。なんか分かったんだったら、え、教えてよ。じゃんじゃん進みましょうしか言わんのかい。まあ言われた通り、じゃあじゃんじゃん進みますけどね。うん、ドロップはなしか。まあまあ羽が手に入るだけでもいいし。おお、目の前には隙間なく詰め込まれた正気のない人間たち。私がいる狭い世界は刺繍が立ち込め、息をすることすらままならなかった。誰もが言葉を発しない、誰もが己の人生を諦めていた。この砂塵でまみれた世界に来る以前、
私は奴隷船に押し込められていた。断続的に押し寄せる揺れと暴力が支配する世界が私のいた場所であった。はい、ということでね、どういうね、その境遇だったのかはわからないですけれども、まあ、このナビゲーターの女の子は、まあ、奴隷船に乗せられていたと。でまあやっぱ奴隷船っていうぐらいなんで、そこはそのね、人で埋め尽くされていて、暴力と刺繍だから、その暴力に耐えきれなくて亡くなった人とかもごっちゃ混ぜになってたのかなっていうような、まあ、状況に身を置いていたっていうような回想シーンですね。ここからどうやってそのね、強いお姉ちゃんと出会っていったのかっていうのが気になるところですね。さあ続き見ていきましょう。気がついたらこの世界に来ていた。もしかしたらここは死後の世界なのかもしれない。私は確かにあの世界では死んだはずだった。だが気づけば私は醜い姿になり、見知らぬ場所に来ていた。そんな私を出迎えたのは、暗き闇をまとった獣。荒々しく出迎えるその姿に、ああ、結局この世界も私を拒むんだね。生きることを諦めたその瞬間、諦めるな、怒声が響いた。その人は脅威を払うと私を抱きしめた。はい、ということでナビゲーターの女の子、まあその奴隷船の方に詰め込まれていた方の世界では、確かに死んだと、死んだはずだったと。で気がついたら、まあ、このナイトメアのいるあれですね、ライブラリーの世界にいたと。でやっぱりね、なんか毎回のことなんですけど、醜い姿に、まあ、姿形が変わっていた。でなんだろう、黒い獣、多分それもナイトメアなのかな、敵のに遭遇して、ああやっぱりこの世界でも私はやっていけないのかと、拒絶されるんだなと思ってたところに、諦めるなという怒声が響いて、その脅威、まあ黒い獣ですねを振り払った後、優しく抱きしめてくれたっていう女性が現れた。女性って言っちゃったよ、多分お姉ちゃんだろうなっていう、もう予想できるんで言っちゃいましたけど、が現れたと。おそらくお姉ちゃんでしょうね。だからあれかな、今回はそのナビゲーターの女の子はナイトメアなのかな、もしかしたら。ナイトメアでこの世界に来て出会ったお姉さん、自分のことを抱きしめてくれたお姉さんの病を治して救うために今奮闘しているっていうような物語のような気がしますね。いや、いいお話だな、本当によ。ナイトメアにもね、やっぱりいいナイトメア、悪いナイトメアがいるんだと思うんですよね。こういうストーリーがあるんならね。今回のはいいお話で終わってほしい。さあ試練の果てに行きましょう。ついに最後の試練も成し遂げた。だがもう私の体は、ああせっかく試練を乗り越えたのに、血がドバドバ吹き出しているよ。もう死んじゃうね。人形たちが嘲笑う。そんなことはどうでもいい。早く行かなくちゃ。これがあればお姉ちゃんも元気になる。これを見たらお姉ちゃんはどんな顔をするのだろうか。危ないことをしてと叱るのだろうか。
よくやったと初めて褒めてくれるのだろうか。高なる鼓動と反比例して意識は遠のく。早く行かなくては。これを届けるために。そんな満身創痍な私の前に、あの人同じように狼が立ちはだかった。はい、ということでナビゲーターの女の子ね、試練をなんとか乗り越えはしたけれども、まあ、致命傷を負ったんでしょうね、その試練の中で。安心探偵のね、無鬼神と暗鬼がさ、血がドバドバ出てるムード見てにみたいなね、もう本当に胸くそ悪い煽りをしているというところに、あの時のまたしても黒い獣が立ちふさがったということ で、この獣の正体が何なのかっていうのが気になるのと、なんとかね無事その獣をまた退けて、お姉ちゃんの元にちゃんとね試練乗り越えて手に入れた羽を届けられるのかっていうところが、もう最後気になるところですね。今回は本当にハッピーエンドになってほしいな。まあ、今回はっていうか、もう毎回言ってるんですけどね、ハッピーエンドになってほしいなって。もうほんとバットだけは嫌、幸せに終わってほしいもんね。さあ火の鳥、お前ぶち倒してやるかんな。まあ、火の鳥が悪いのかいいやつなのか全然今んとこ分かんないんだけどさ、火の鳥の試練を終わらしたっていうことでいいのかな、このナビゲーターの子は。その辺いまいち分かんなかったで、なんか次の試練に挑めようみたいなばっかりでさ、ちゃんとなんだろう、ちゃんとっていうか火の鳥と戦ったりしたのかな最後。それとももう試練さえ達成していけば火の鳥がほれ羽やるよみたいな感じで羽くれるのかな。どっちなんだろうね、まあ、どっちなんだろうっていうか、どっちかっていうかは分かんないけど、ザウスって何、ザウスって言ってたけど今なんか発動する前に倒しちゃったから確認できなかったけど、あ、ドロップしたんじゃないこれ。やったね、1体目。おいしいおいしい。あ、しかも粒子の枷もらえるじゃん、最高だね。ドロップした、どうどう。あ、ドロップした、ラッキーですね。煙突まで一歩近づきましたね。はい、では最終章、砂人の姉妹やっていきたいと思います。襲いかかる獰猛な刃、閉じる瞳、暖かな血しぶきが降り注ぐその瞬間、嫌がおうにもあの日が思い返された。探したぞ、こんな遠くまで。まったく心配をかけるな。まぶたを開けると、そこにいたのは大好きな人だった。お姉ちゃん、どうしてここに。お前はまったく。お姉ちゃんは私が握りしめるものを見ると頭を優しくなで膝をついた。お姉ちゃん、いや本当に素晴らしい、あの姉妹愛が見えますねこれ。お姉ちゃん激痛が走ってるはずの体でここまで駆けつけてくれて、しかもこの獣に襲われてるナビゲーターの女の子を助けたっていうか、かばっただけなのかな。お姉ちゃんはその病の方のダメージでその息絶え絶えになってるのか、かばって代わりに何か黒い獣の
攻撃を食らってしまって息絶え絶えになっているのかどっちかっていうのはちょっと読み取れなかったですね、あの文章からだけだと。ただ本当にその今ね試練を乗り越えて手に入れた羽に奇跡を起こす力っていうものがあるんだったら、もうこの二人をぜひとももうその奇跡の力で無事な状態に、すごく健康なね、このままちゃんと生きていけるような状態にしてあげてほしいですね。たまにはね、それでさ、その試練乗り越えて手に入れた奇跡の力で幸せになりました、めでたしめでたしでいいじゃないですか。まあなんか僕の言い方だとね、もうハッピーエンドじゃないだろうっていうことをもうなんか意識してるような言い回しになっちゃってるんですけど、だってさ、今までが今までだからさ、ハッピーエンドじゃない可能性の方が高いだろうとは思ってるんですよ、正直覚悟はしている。でも願わくばやっぱりハッピーエンドで終わってほしいなって思いますので、お願いします、ゆこう太郎さん、本当に頼みます、頼みます。で、一応ここまでまあやってきたんですけど、難易度的にはそんなにまあ難しくないですね。全然サクサク進める難易度なので、まあまあ特に危惧していたような魔法色全然育ってないからやばいかもしれないっていうことはなかったですね。はい、これで一応最終節もクリアとなるので、多分ラストのストーリーですね。姉にしてくれてありがとう。私はもういなくなるけど、もう一人でも大丈夫だ。待って、この羽さえあれば、口に出そうとするが、もう唇に力はない。ああ、私もきっと長くはない。最後に一言話すことができるのならば、この言葉がいい。思いが重なる。来世は双子がいいね。どちらともなくそうつぶやくと、姉を包む光の瞬きは一層激しくなる。よかった、思ってたこと一緒だね。愛する人を思う涙は砂に消え、抱き留めた最愛の人が冷たくなることを感じながら、私たちは重たくなったまぶたをそっと閉じた。はい、ということでですね、おそらくというか、その今のままの2人はここで亡くなってしまったっていうような流れだと思うんですけれども、羽の光、羽のかどうか分かんないけど、光り輝く力が、まあ、その2人が来世では姉妹になりたいって言った時に一層輝いたって書いてあったので、これは、まあ、その来世ではあるけれども、この2人はその姉妹としてなんとかこう一緒にいれるっていうような未来が見えるので、そうね、一応トゥルーエンドかつちょっとハッピーぐらいのエンドなのかなと思います、今回。いや、なんか救いのある物語の終わり方で、今回はすごい良かったですね。はい、ということで、特に義心ちゃんとあきくんにちゃちゃ入れられることもなく、ここで物語終わりということですので、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録も良ければお願いいたします。それでは、さようなら。